How's everybody doing tonight? I'm Rie. Thank you very much for tuning in to Rie's Around the Globe. This program is broadcasted on FM Move Kobe and the Los Angeles TJS Radio. こんばんは、高橋理恵です。皆さんお元気でしょうか？アメリカではね、もう今いろいろと新しい動きが始まっているんじゃないでしょうか。そして神戸の方はですね、まあなんか暑くなったり、まだ11月なのにこんなに、暖かいのっていう日があったり、そしてそれなりに寒いなと思う日もあったりする、そんな毎日ですけれども、 Please enjoy my selection of Japanese music, old and new、それではいつものように Let me introduce you to the co-host of the program, Chris。アメリカ合衆国の皆さん、土井孝子です。消費税反対。土井孝子さん、そんなやったっけ？ちょっとなんかのアニメのキャラクターと、ちょっとレレレのおじさんとちょっと混ざってない、それ。違う、レレのおじさんは今日は来てないです。優勝出演されてます。そうですか。はい。はい。ねえ。まあ、いろいろと繰り広げられておりましたけれども、アメリカの方ではね。Oh, yeah. ね、うん、アメリカってさ、長いんだよね、その選挙のね。ん？期間というか、いや、普通はですね、うん、1日で終わるんですよ。あ、そうなの？はい。今回は違うの？うん。言いたいこといっぱいあるんですけど、これアメリカなんであんまし言えないというね。まあ、お疲れ様でしたとね。はい、そういう感じですね。はい、お疲れ様でした、はい、という感じでしょうか。はい。はい。ね、11月の半ばということなんですけれども、ね、最近はどうでしょうか。なんか、こう、特に変わったことっていうかありますか？変わったこと、いや、まあ、うん、その配信の仕事がね、順調で増えてきてるのと、うん、で、まあ、予想すごいね、それね、はい、それ良かったよね、本当に。そうなんですよね、うん、政府関係の仕事ができたのがすごく。おー、素晴らしい。良かったですね。まあ、配信ということでね、皆さんのライブ配信でね、だから、結局映像と音とね、そうです。両方ですよね。はい。私もね、よくクリスの部屋で、お世話になっているんですけれども、はいはい。ね。というそんな感じですが、うん、いや、いよいよ私もね、今週末にはバースデーライブイベントということで、そうでございますね、はい、あるんですけれどもね、またちょっと後ほど時間があればちょっとね、その話もしてみたいなと思うんですけれども、はい、今日はですね、まあ、どんな音楽にしようかななんて思うんですけれども、やっぱりこう Rie's Around the Globe 7月から始まってね、もう徹底して日本人のアーティストをずっと、うん、はい、ピックアップし続けております。今のところね。はい。うん。で、やっぱりこう、古いのから新しいのから言ってるわけなんですけれども、うんうん、今日はね、ティーナさんっていうね。ティナ・ターナー。違う。まあ、そっちの方がまあ有名だよね。はい、もちろん、ティナ・ターナーってなっちゃうけども、ね、クリスは知ってるかな ?1999 年ぐらい、うん、今からだが30年ぐらい前。はい。うん、30年じゃないです。1999年って今、30年って言ったら2030年になりますよ。びっくりするわ。すいません。すいません。はい、20年、21年前でした。はい、計算間違い。はい。いや、私も自分で30年って、ちょっと待って、私、いくつやったっけ、ね、みたいなね、話に、一瞬考えました。はい。そのね、ティーナさんってとっても日本人女性ボーカル、まあ、ソウルとか、R&B シンガーのティーナさんでね、歌唱力のすごい方なんですけれども、今日はそのデビュー曲のね、I'll Be There っていう曲を聴いていただきたいと思います。それでは、どうぞ。
days 泣きたくなる夜更けにならず電話のベルあなたが出ないだけで急に遠くなる気がする On the way どうしてだろう何度も好き Tina で I'll be there 聞いていただきました。1990年、シングルメジャーデビューでの、ナンバーでした。1999年、うん、そうだから20年前ね、はい、ですね、はい。まあ、Tina さんあのアメリカとかでもね、活動されてた時期もあったみたいです、うん、ね、最近がどんな感じなのかちょっと見てみたいなと思いますね。昔はこうアフロヘア的な感じだったなと思うんだけど、はい、ではもう終わりにね近づいてきましたが、ここでリクエストはメッセージはクリスの方から、神戸アットマーク fm-move.com そして radio@tjsla.com までお願いします。お願いします。はい、ではね、もう今度あと数日後なんですけれども、22日、神戸の須磨海岸のねところでノースショアというところでね、バースデーイベント、もうヨットハーバーもビーチもあって、そしてサンセットをバックに歌います。2時から5時ね。皆さんよかったら食べて飲んでね、ライブ楽しんでね、お待ちしてます。それでは See you next week、はい、Why don't you give it a chance Power up music Why won't you give it a try With this energy